ええー、はがきが来ました。お金を貸しますだそうなんですよ。あなたにお金を貸します。お持ちのカードですぐに借りられますということですね。確かにね、三井住友カードの、なんかセルフバックなんかで、一枚作ったんですよ。そしたら、キャッシングリボでお金を借りませんかっていうふうな。なんか通知が来ましたね。で、セルフバックでカードを作るっていうのは、まあ、こういったカード会社から見ると。あ お金がない人が1万2万欲しくってカードを作ったんだねっていうふうに見るわけなんですよねきっとね。で、その人の資産状況とかも家具欄があるじゃないですか年収とか。うん、この人の安定年収だったら資産状況だったらキャッシングでお金を貸してむしり取ることはできるよねっていうふうに算段するからこういうのが送られてくるんでしょうね。じゃなかったらねお金貸してよって言っても貸してくれる人が少ない世の中で いや、お金借りてくださいよって、向こうからやってくるって何なんですかね。牛島くんだってね、南の帝王だってね、闇金ドックスだって、お金を借りてくれ、借りてくれってセールスに来ないですよ。なんでこんな一般銀行が、なんか、リボ払いでお金借りてくれ、借りてくれって営業に来るんでしょうね。なんか逆になりましたよね。闇金は借りてくれって言わないし、一般銀行は借りてくれっていう。 で、闇金は金利がトイチとかだったりするわけでしょでもえげつないのはこういった一般銀行ですよね。リボバレーとか言って結局は元本が減らないような返済方法を考えてね、延々と払わせるわけじゃないですか。シミュレーションによると、250万円をこう借りてですね、こういった銀行から。返済をこうしてもらうわけじゃないですか。そうするとね、なんか、 最初のの段階の返済ってほとんどが金利払いいになるらしいですねで元本は減らないような計算なんですよ。で元本が減らないから1年経っても2年経っても3年経っても250万なら250万の元本が残ったままなんで金利だけ払う状態らしいんですよ。で何ていうんですかね250万に対しての金利をつけてその金利の返済とほんのちょびっとの元本の請求をしてくるみたいなねそういうようなえげつない計算してるらしいですよ。で実際私がね250万を借りて で5年かかったところで返済した額ってのは30万くらいだったんで220万くらい残ってましたねまだねそんな時期がありましたよ悔しいからねネットで稼いだ時に一発で貸し返しましたけども一括でおりゃーって返しましたよね気持ちよかったですね、はい、今回はねあのお金を何あなたにお金を貸しますというメールが来たじゃあ通知が来たってことでお話し,しました